こんばんは、こんにちは、サンデーリーシング一口話の、重症回顧の時間です。本日はですね、先週に、月曜日、に行われましたセントレット記念ですね、こちらを回顧させていただければと思います。まずですね、馬券の方はですね、三連複の方でですね、対抗評価のエコロバルスが3着に残ってくれましたので、まあ、三連複は的中できたんですが、まあ、本命にね、押して穴狙いにしましたね。アスクカムオンモアですけども、まあ、6着に終わってしまったというところなんですけども、まあ、レースの方はですね、まあ、エコロボルスがね、逃げる形を取ったんですけども、まあ、途中からね、ちょっとかかったのか、それともね、札幌記念のね、アウスバールを狙っていったのか、津村騎手のね、ヤマニンアドホックがね、2コーナーでね、花を取りに行ってしまったというところで、まあ、隊列がね、結果的にそのばらけるような形になってしまったんですよね。で、うちにいたね、アーバンシック、ルメール騎手ね、1コーナーではね、結構後ろの方にね、ポジションあったんですけども、まあ、2コーナー、3コーナーではね、インのね、理想的なね、位置を取れたと、まあ、おあつらい向きのね、ルメールポジションになってしまったのかなというところですよね。それさらにですね、まあ、3コーナー過ぎからね、コスモ・キュランダがね、デムル騎手がまくって、上がっていきまして、4コーナーでは、まあ、前のね、2頭をね、射程圏に入れる位置に上げていったと。まあ、これによってね、そのコスモ・キュランダ、一番人気だったんですけども、まあ、機動力長く使った形で外を回ってますから、うちでね、インベタで足を溜めてたアーバンシック。まあ、4コーナーではね、そういうまくりもあって、一旦ね、位置がちょっと下がったんですけども、まあ、ある意味、そのインコース死守と、まあ、ルメール騎手、勝ってくださいっていうようなね、展開になってしまいました。まあ、エコロボルツに関して言うとね、やっぱり岩手騎手とすればね、津村騎手が来たのはいいんですが、正直ね、3コーナーからですね、まあ、コスモ・キュランダがね、早めに上がってきた。これがね、やっぱり、出し抜きタイミングをね、ちょっと遅くなってしまったのかなという気がします。逆にね、ヤマニアドホックに関して言うとね、もう少しそのね、前に行く形で折り合いもねついて、2番手の競馬で、早めのねまくりをね、ラジオ日経賞の、時のようにね、してくれるかなと思ったんですけども、まあね、権利取りをね狙う馬なんで、勝負に行った部分もあるかと思うんですけどね、現状ではちょっと機動力に対してのね、最後のスタミナ勝負っていうのがね、お釣りがなかったのかなっていう気がしますね。まあね、スティンガーグラスが5着なんですけど、まあね、前回の新潟戦で本命を打った時にはね、ある程度、まあ、メンバーが弱かったんで前に行ったんでしょうけども、まあ、今日はね、意識的に後ろでしたよね。まあ、7枠でね、まあ、スタートでね、立ち遅れ気味のスタートで、1コーナーではね、最高峰でしたから、まあ、豊か騎手とすればね、腹をくくった形なんでしょうね。はい、そうですね、あとはやはりそのアスクカモンモアとすればね、弘前オーナーとすればね、菊花賞馬になったね、アスクビクターモアのね、まあ、途中でね、志半ばでね、亡くなってしまった馬なんで、
まあそのね、まあ仇と言ってはなんですけどね、まあ思いもあって菊花賞へね、なんとか出したかったんじゃないかなと思います。まあ藤原球場もね、ここ最近ほんと重傷でね、それなりの支持を受けるんですけども、うん、勝ち負けまでね、なかなかいかないですよね。まあね、岩田未来騎手をね、使わなくなってからもね、まあそれなりのいい馬、条件戦とかではね、きっちり勝ってきたりしてるんですけども、いざね、重賞になると、なかなかいい馬がね、勝ちあぐねてるっていうね、馬券圏内にもなかなか入ってこれないっていうね、印象がありますよね。まあ、アバンシックに関して言うと、菊花賞に関して言うと、まあ、外回りの3000、どうかなと思いますね。やっぱり瞬発力型で、まあ、中山みたいなね、小回りの直線の短い競馬の方がいいと思うんですよね。まあ、ある意味、その今までのね、横山武史騎手の乗り方っていうのはね、やっぱり、理にかなった乗り方ではなかったのかなと。まあ、京成杯でね、2着した時のね、末脚っていうのをね、考えれば、そう乗りたくなるのもわかるんですけどね、もう少しその臨機応変にね、できなかったっていうんでね、まあ、シルクレーシングとすればね、まあ、菊花賞には行くんでしょうけどもね、まあ、ルメール騎手が乗るかどうかはわかりません。まあ、コスモキャランダもね、アルワインのね、これ、子供なんで、中山はね、得意っていうかね、合ってると思うんですよね。ただまあ機動力はあるにせよね、 3000m の G1 を勝つ印象は僕は今のところないですね。まあですからね、神戸新聞杯とかね、その他直行で来るね馬にもチャンスが今年はあると思います。はい、ローズステークスの方はね、ブログの方でも書いておりますように、生まれね、的中できました。40倍超えですね。まあね、3着のね、関戸馬イーストに関して言うとね、まあ、10レースでね、長島騎手がね、ページャフラワーで逃げ切り勝ちしてしまったんで、おそらくね、その辺もあって、藤岡くんね、長島騎手が行きかけたところをね、外からかぶしてって、大逃げを打ちましたよね。まあそういったところもあるのかなという気はします。まあもう少しね、タガの、なんていうのかな、セキトワイーストとその2番手グループとの間がね、離れないような形であればね、まあ後位にいたね、クイーンズウォーク、それからタガのエルピーダ、もしくはラバンダとかね、この辺がね、上位に来れても良かったと思うんですけど、まあ、かなりね、大逃げを打ってしまって、特にその川田騎手がね、やっぱりその、まあ、万全を期してね、追い出しを若干遅らせたんですよね。その分ね、先に抜け出したチェレスタがね、まあ、なんて言うんでしょう、関戸馬イーストにね、合わすような形にならなかった。まあ、それでね、まあ、タガのエルピーダもね、まあ、ラバンダ同様ね、じりじりとしか伸びなかったっていうところがね、あると思うんで、まあ、早めにね、潰しに行ってればですね、まあ、そういった馬がね、来れたと思いますし、まあ、逆にね、デガレーナにとって言えばね、やはり、今日のような展開でね、途中から動くわけにもいきませんし、スタートが悪いので、やはり陣営とすればね、追走が、追走できるかどうか、置いてかれる可能性があるっていう部分は、ね、事前にね、オフレコで入っていましたんでね、まあ、大外枠にね、入れられたこともあって、まあ、今回はね、5着。まあ、おそらくね、女王杯に行くんではないかなと思います。まあ、秋華賞の方はね、チェルビニアがいるんで、まあ、まあ、勝てばね、まあ、変わったと思うんですけど、やっぱりね、今回5着だったことも考えればね、外回りの京都の方に行くんではないかなって気がします。はい。今週はね、もうね、
すぐね土日が来てしまいますけども、今週はオールカマーと神戸新聞杯です。まあまたね、水曜日木曜日あたりにですね、重賞のポイント見解の方をお伝えできればなと思います。明日はね、浦和競馬場で、オーバルスプリントがありますので、そちらのね、注目馬、ショート動画、それからね、予想記事の方もぜひ参考にしていただければと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。